デート代表のゆうまです。デートのディレクターのあさなです。デートのスタイリストをしていますゆうきです。数ある美容室の中でもなんか洗練された唯一無二感がすごいある美容室だなと思っていて、他にないようなサロンだなと思いますが、どうですか？私一つ一つの例えば、まあ、技術もそうですし、接客とかあのインテリアとかもそうですし、こう香りだったりとか細かい本当一つ一つのことに結構 こだわりを持ってやってるっていうのが結構強いかなと思ってて、あとあのホスピタリティみたいな部分で結構本当細かくね、はい、かなり細かくあの言われてるんでユーマさんの指導のもと、ね、はい、かなり一番こだわりが強いな、まあ、こだわりの強い象徴みたいな感じのこだわりの塊、こだわりの塊悪口その最大のリスペクトの言葉ですね、はい、お客さんの層も本当に3世代とかやっぱ平気でいるし、言ったら0歳児からうちってこうウェルカムな状況だったりするから、あのお母さんも来やすいで、そのお母さんも来てくれるみたいな形だからなんかこう美容師としてその人の一生とかその人の生活っていうところにこういい感じで入り込めてるかなっていうのがうちの強みかなって思います。デートの語源でもありますしね、サロン名ので入ってきたデートにしてるんですけど、そのあのさっき言われてたみたいに、まあ、いつなんだろう伝わんないでしょ今の。え、ですか？伝わんないでしょちょっとお願いします。まあ何かの記念日とかのデイ DAT の、まあ、一生に1回しか使わないような日付のそういう大切な日の日付っていうところから語源が来てて、でその大切な日に関わっていく仕事っていうか、だからそういうとこに関われるような関係性が取れたらいいよねって、そのスペシャリティなところだけじゃなくてやっぱ毎日のヘアスタイルだから、こう毎日毎日扱っててこう気分が上がるように、こう毎日のことも考えないといけないってことで、デートっていうのをデイをこうワンデイのデイに文字をもじったっていう、デートっていう造語ですね。で最後のピリオドは、まあ、いい言葉じゃないかもしれないけど、こうピリオドってこう終わりじゃないですか、まあ、いつ死んでもいいように今を楽しく全力でやっていこうねっていうなんかピリオドっていうか重さが違ったね、はい、いろんなジャンルの仕事の方が来られるから、なるべくその人たちと、まあ、対等までは言わないけど、なんかその人が気持ちよく話せるぐらいの知識を増やそうとあの、まあ、勉強はしてるかな。なんだけどそこをこう押し出しすぎても恥ずかしいんで、逆に言うとこうこの人めちゃくちゃだよねって思われるのが自分のブランディングというか、そうやって見えないけど話した時はお知ってんだみたいな、そのフラハラな感じが自分はなんかこうブランディングかなって。まあインスタとかも僕の場合こうフォロワーもね、そんなうちのスタッフみんな多いわけじゃないけど、ヘアスタイルだけ上げないっていうか、いろんな美容師さんヘアスタイルとかをバーッと上げて少しでも集客ってところだったりするんだけど、やっぱなんかうち代官山ってところに根付いてる感じもするから、スタイリストっていうか人の人が見えるようなインスタグラムとかでなんかブランディングしてるのかなって。まあ、サロンとしてはなんかこうやって閑静なところにあるから、こうマダムみたいな人も来るけど、なんかでもそのマダムにな人に対してなんかマダムを扱うような接客じゃなくて、なんか自分らをちゃんと押し出した接客してるから、なんかその辺をなんか逆に言うと楽しんでくれる、まあ、それがなんか自分が思ってるこうサロン作りだったりとかブランディングかなってなんか思うけど、 SNS で表面的な感じっていうよりは自分自身を見てほしいっていうのがあるので、まあ、その私も子供2人いるんですけど、
あの子育てとかこうするようになってからママのお客さんとかもすごいこう増えて、なんでこう自分自身のそういう日々の子育ての経験だったりとか時間をこう過ごしていく中で得た考え方だったりとか、まあ、そういうこととかをお客さんとこう共有したりとかすることが結構自分は楽しいと思ってるので、まあ、そういうこう毎日のちっちゃいこととかからそういう休日に家族で過ごしたりとかそういうこう経験を高めるっていうことが結構こう自分自身を作っていくことになるのかなと思うので、毎日なんとなく過ごさないで経験になるようなことというか楽しんだりとか、まあ、楽しいことだけじゃないですけどそういうこととかも共有できたらいいかなって思ってます。私自身はヘラヘラしてるとかもよく言われるんですけど、まあ、でもそういう仕事に対しては真剣でいたいっていうだけです。そうですね、子育てしてる中でとかあんま関係ないかもしれないです。子供いてもいなくてもそこは同じですかね。で、まあ、なんか今後ねこうずっと長いお客さん付き合っていた時に、まあ、結婚するかどうかちょっとわからないですけど、ね、まあ、子供ができた時とかももしかしたらねこう、まあ、子供がいるから、まあ、子供がいる人の気持ち分かったりするから、まあ、対応だったりとかできたらいいかなって思う分、まあ、言ったら今一人目だからうちのスタッフで子供がいるっていう、まあ、家族っていうのはこれがなんかモデルケースになってて、そこからなんか下の子たちが、まあ、ずっと続いていくかどうかは分かんないけど会社作りとかなんかその辺でこうその辺にこう影響してくるのかなみたいなちょっとずつなんかなんとなく思ってますけどね。ちょっとゆうまさんとかあさなさんに近づくって言ったらこうなかなかハードルは高いんですけど、やっぱそこにそのサロンにいて、まあ、恥ずかしくないような、まあ、むしろちょっとこう2人のジャンルとはまた別で自分の良さを見つけてそこがいいよねって思って来てくれるお客様を増やすようにしていきたいですね。すごくいいね。結構語るね。下にお店があったりとかもするし、そこからのこう派生してっていろんな人がうちにも来たりするので、まあ、こういろんな美容業界じゃなく他のジャンルの方とかともどんどんこうムーブメントを起こしたいというかいろんなことをしていきたいなっていうのは思ってます。なんで笑ったんですか？言いたいこと言われちゃいました。いや違う、なんかやっぱこう一緒にいるからさ俺が言ってるようなことをさ言うよね二人とも。やっぱりそのやっぱちょっと引っ張られてるんですかね。引っ張られてるんですか、自分の考えかの美容室だから美容室と戦わないといけないっていうのが嫌だから、美容師だから、まあ、一番の武器は髪を切ってお客さんと接するってことなんですけど、まあ、人が人を集めたりするんで、まあ、いろんな人材とかいろんな知り合いも増えていく中でやっぱこう自分のアイデアとかそういうのを持って、まあ、対他の企業とかで面白いことっていうのをチャレンジしていけたらいいなとは思います。まあ、それがうまくいったりとかすることでさらに自分らがやってる美容室で、なんだろう、美容室でお金稼ぎだけを考えなくても美容師が楽しめるような働き方ができるんじゃないかなって思ってるから、まあ今飲食店やったりとかそういうのでこうお金の回り方で働き方っていうのをやっていけたらいいなってなんか思います。まあ、それから先はまあゆくゆく無人島に行くっていうで住むっていうのがやっぱもう僕の目標なんで行ってください、はい、ありがとうございます。